コパのキッキングは日本の競争馬。馬名の由来は冠名キックする。主なカチクラは2018年のカペラステークス、2019年のネギシステークス、東京ズキ、カペラステークス、2021年のリアドダートスプリント、2015年3月7日にアメリカ合衆国で誕生。2017年のファシグティプトンアルフストリームセールに上場され、 公開調教でのトップクラスのタイムを計測。アメリカは、方角がいいとアメリカでの競争場購入に乗り出した小林幸明から10万ドルでの購入を指示された村山明調教師はこの予算での購入は厳しいと感じていたが、結果的に競りかけるものはなく小林の落札が決まった。足が少し曲がっていたことが誰も競らなかった原因であったが、小林は後に、でも、 あれだけ走るんだからついてるよねーと語っている。デビュー前から、人営の期待は高く、UAE ダービー及びアメリカクラシック参冠競争に予備登録された。しかし、気象に繊細な面があったことから、日本へ輸入後すぐに去勢された。立党、村山明9社に入級。3歳2月の未勝利戦でデビュー。 出走16頭中唯一の未出走馬で10番人気の低評価だったが、逃げて2着に8場審査をつける戦慄な勝利で初戦を飾った。しかし、1400メートルに距離を延長した2戦目はグリムの2着に敗れ、3戦目は左前死座奏のため取り消しとなった。休養を挟んで夏の札幌開催で復帰し、条件戦を2戦続けて圧勝する。 再び1400メートルに距離を伸ばした大阪スポーツ杯は4着に終わったが、再度1200メートルに短縮した藤森ステークスでスタート後の不利により従来の逃げ戦法から一転して後方からの競馬を強いられながら勝利したことで偶発的に客室転換に成功する。重傷初挑戦となったカペラステークスでは藤田蔡七子に起乗依頼は出されたが、 藤田に戦役があったため、柴田太一が帰場した。内枠に入ったことで逃げ戦法が予定されていたが、スタートで出遅れ、最後方からの競馬となる。それでも、直戦では、大外を豪快に伸びて差し切り勝ちを収め、初の重賞タイトルを手にした。年明け初戦のネギシステークスでは、短期免許で来日中のオイシン・マーフィーが初帰場。この日が、 短期免許最終日であったマーフィー側から一度乗せてほしいと打診があり、馬主の小林幸明がお土産に重傷を取ってもらおうと考えたことからコンビが実現した。初の左回りと勝ち倉のない1400メートルへの延長が課題とされたが、中段追走から直線残り200メートル過ぎで先頭に立ち、そのままゴールまで押し切って4連勝を飾った。 JRA 重傷初制覇となったマーフィンは、ベストは1200メートルだと思うので、早めに先頭に立つことがないように心がけたとコメントした。レース後、小林から自走は、藤田祭、七個機場で、フェブラリーステークスに向かうと発表された。その後は、予定通り、安城藤田祭七個で、フェブラリーステークスに出走。藤田にとっても、JRA 所属の女性騎手にとっても、 史上初となる GI レースへの出走となった。レースでは、コースターとから最後方に位置を取り、前残りの展開の中で直線で一気に追い上げて5着に入選した。その後は引き続き、藤田安城で初の地方戦となる東京スプリントに出走。不良馬場でのレースとなり、スタートで出遅れたものの中段まで位置を押し上げ、直線では、 メンバー中最速の末足で追い込んだが北山三,三日月に一馬身及ばずに着となった。自走には北海道スプリントカップを予定していたが放牧先でフレグモーネを発症したため同競争を回避、盛岡で開催されるクラスターカップへ向かうこととなった。2019年の秋シーズンは海外遠征のプランが組まれ、クラスターカップの結果次第で9月に開催される第4回。 コリアスプリントもしくは11月に開催されるブリーダーズカップスプリントを目指すことが発表されていた。しかしながら登録までしていたコリアスプリントへの出走が日韓貿易紛争などの影響からできなくなり早々の修正を余儀なくされた。迎えたクラスターカップでは単勝オッズ1倍台での出走となり、レースでは2番手から競馬を進めたものの3着に敗れ、自走は 東京坂月へ向かうと発表された。東京坂月では前走に引き続き圧倒的人気に押され、コースタートから先頭に立つと最後まで後続を寄せつけず4馬審査で勝利、自身の重賞3勝目を飾った。安城の藤田は重賞24回目の騎乗で初制覇、同時に JRA 所属の女性騎士として史上初の交流重賞制覇となった。 2019年 JBC スプリントゴール前でブルドッグボスにかわされ2着に敗れる続く JBC スプリントでは同年の芝 GI 高松の宮記念を制したミスターメロディの参戦もあり2番人気に押されることとなったレースは10番枠からスタートを決めて道中先段につけ直線入り口で満を持たして抜け出しそのまま押し切ろうとするも地元 裏は所属のブルドッグボスの強襲に屈し首差の2着に敗れた。JBC スプリント2着の後は前年優勝したカペラステイクスへ出走することとなった。別停戦のため金量がメンバー中トップの 58kg、単勝人気は2番人気となったが、レースでは全2走とは一転して、番手を追走する競馬を行い、直線坂下でスパートをかけ先段を捉え、追いすがる帝王。 ジーニアスイカを振り切り一着でゴールイン。安城の藤田は女性騎手としては史上初となる JRA 重症制覇を成し遂げた。年明け初戦は前年と同じ歴史ステークスに出走。昨年同様短期免許にて来日中のマーフィーを安城に迎えた。単勝1.9倍の一番人気に押され、レースはコースターとから終始戦闘集団で競馬を進めるも、 一昨年の安田記念を制止今回初のダート戦となったモズアスコットに差し切られて2着。前年に引き続いての連覇はならなかった。続く東京スプリントでは安城を藤田に戻したん小一番人気でレースに臨み逃げるジャスティンをマークしたものの直線で捕まえることができず逆に地元南関東勢に刺される結果となり5着と敗れた。 4ヶ月の休養を挟んで出走した佐賀競馬、サマーチャンピオンでは、初起場となる、竹豊を安城に迎えるも、58. 5 8 5ラムのトップハンデを背負い追走いっぱいとなり3着に敗れる。続く、東京坂月では、再度藤田に安状が戻るも、ジャスティン、ブルドックボスを捉えきれず3着、同じ舞台で行われた JBC スプリントでは、中断追走するも、 直線で伸びを書きデビュー以来初めて掲示板を外す6着。結果として2020年は未勝利で終わることとなった。2020年12月、村山明長教師は、ネギステイクスもしくは選出されれば、サウジアラビアのリア・ドダート・スプリントで指導し、その後ドバイゴールデンシャヒーンを目指す予定であることを明らかにし、安状については未定とした。 2021年に入りサウジアラビアジョッキークラブよりリアドダートスプリントへの正式招待を受け受学2月13日に日本を出国しレースに臨むこととなった未定となっていた安状もウィリアム・ビュイック騎手に決まったブックメーカーの前売りでは出走13頭中10番人気という定評家ながらレースではスタートで出遅れて後方追走を余儀なくされたものの直線に入ってから 大外に持ち出し松足を発揮、逃げ込みを図る、同じ日本馬で、前年のこのレースの2着であるマテラス会をゴール寸前捉えて1着となり、海外競馬初出走にして初優勝を成し遂げた。レース後、自走はすでに正体を受諾したドバイゴールデン車品に出走することが正式に発表された。以下の内容は netkeiba.com および frusiya.com の情報に基づく。ありがとうございます。